ということでやっていきましょう。どうもラルございます。ということで今回はですね、スマホ版ニャンコライ戦争サブアカでやっていこうかなと思います。ということで今回ですねやっていく内容に関してはこちらでございます。今回はサブアカでギガントゼウスのガチャの方を回していこうかなと思います。では早速ですねガチャの方やっていこうかなと思うんですけれども、今回ねギガントゼウスのキャラクターの方を狙っていくかと思いきや、いや違います、こちらでございます。激レアのですねボンボン猫だったりミニアナイスナイパーの方を狙ってちょっと今回はガチャの方を回していくんでよろしくお願いします。でなんでこのキャラクターを狙っていくのかちょっと今からお話ししていこうかなと思うんですけれども、はい、ということで激レアの方に来たんですけども、なんとですね、まあ、今回狙っていくボンボン猫だったりねミナライスナイパーの方がいないんですよね。サブアカの方で持ってるかと思いきやいないっていうことなんで、まあ、とりあえず今回狙っていきたいところでございます。いや意外とねあのキャラたちもね、まあ、ニャンコンボだったりあとはですね、まあ、ステージによっては使うキャラクターなので、まあ、ちょっとぜひゲットしていきたいところでございます。さあということで早速ガチャの方回していこうかなと思うんですけども、とりあえず今回はね猫缶を使ってガチャをするんではなくレアチケットの方でガチャの方やっていこうかなと思います。現在レアチケットの方が38枚ありますので、まあとりあえず全てちょっと使い切るのはちょっとあれなんで、まあ、できればね出たらね、まあ、ガチャの方は切り上げようかなと思います。まあどちらか出ればいいかなと思ってるんで、まあどちらかが出たらちょっとね終わりにしようかなと思います。まあ出ない可能性もあるんで、まああとはね状況をちょっと見ながらちょっとね、やっていきますのでよろしくお願いします。ではちょっと前置きの方は長くなりましたけれども、早速ガチャの方やっていこうかなと思います。それでは早速いきましょうか。じゃあいきます。はい、ということでまあねちょっと単発になってくるんでちょっとだいぶ時間かかりますけれどもやっていきましょう。はい、ということでもう激レアは来ましたけどフェンシングでございます。早いね。そうでも最近ね結構なんか激レアがね割となんか出てきてる気がするんだよね。そう本若だったりね、そうなんかガチャすると割となんか前に比べてなんか排出率上がったような気がするんだけど、気のせいなのかわかりませんけれども、まあいいや。あそうレアキャラもねそうプラスの方がね全然上がってないんで、まあその辺もちょっとね、来てほしいところという感じかな。どうだろうね。ああそっちか。まあ持ってないんだよねこっちもね。オカメね。はい。オカメ八目猫でございます。まあ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 いいでしょう。はい。でも今回の狙いじゃないんで、このままガチャの方続行していきます。じゃあ行きます。はい。でどうだろうね。まあ序盤の方でちょっとどちらか来たらそのまま続行してガチャやってもいいかなと思うんです。激量やっぱ出てくんね。めちゃくちゃ出てくんだけど。ちょっと待ってよ。お話をさせてくださいよ。まあまあいいんだけど。まあいいんだけど、そうそう。うん、だからまあまあその辺は本当にもう条件応じてってやっていくんでよろしくお願いします。やばいね、なんかやっぱ本当に激レアめちゃくちゃ来るよ。もう今回はね、もう超激レアは別に来なくてもいいんじゃないのかなって思っちゃったりする。うん、普段はそんなこと言わないんですけどもね。今回はとりあえず、本当激レアよ、激レアよ、本当に。いやー、本当来てほしい、マジで。もう今までね、結構散々やってきてね、持ってないっていうのもね、ちょっと不思議な感じがしますけどもね。はい。まあ、そのね、その、ピックアップする今回のね、キャラクターに関しても、まあ、ガチャによっては出てこないんでね。そうね。まあ、こういう普通の、なんて言えばいいんでしょうね。まあ、ギガントゼウスだったりとか、あとはその他いろいろガチャがあるんですけど、そういう時は出てくるんですけど、確か、超極猫祭とか極猫祭とか、その辺確か出てこなかったんだよね。配置対象じゃなかった気がするんですけどもね。まあ、ちょっとね、その辺はあんまり見たことなかったんで、ちょっと曖昧なちょっと表現になってしまいますけれどもね。あー、ちょっと待ってよ。急にちょっと出てこなくなったね。ちょっと待って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 。序盤の勢い。勢いはどうした？あの激レアが連チャンで出てきたあの勢いよ。今戻ってきて頼むよ。いけいけいけ。あのポンプ跳ねないで。違う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 。レゴホッピングね。はい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 。そうあの乗り物俺ね、あの子供の頃何回かやったことあるんですけど、あれこけた記憶あるんだよね。でもなんか跳ねすぎて、そうなんか変な方向に飛んでってずっこけて、それがトラウマでもうやりたくなくなった記憶がありましたね。はい。ちょっと待って。待って待って待って。ちょっとレアゾーン入りましたね。っていうことでもう13枚。消えたのか。ちょっと待ってよ。そろそろ焦り始めます。ああ、ここで来るんだ。ちょっと待って。嘘。うわあ、やった。やった。別に狙いじゃなかったんだけど、いやー、やった。ちょっと欲しかったんだけど、あの、今回は、まあ、激レアが、あの、メインかなと思って言わなかったんですけども、まあ、一応、狙いでした。来た。アフロディーティ来た。
いや違うよ、今回のメインじゃないよ、違う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 、ボンボンと見習いだからね今回来てほしいのは。うん、そのキャラがどっちか来てくれないとちょっと困るよ。でもやだよ、38枚全部ちょっと消化するのはね、さすがちゃん、あー来た、うん、激レアは来た、来たけど違う違うんだよ、違うの違うの、その勢いでそのままちょっとあのボンボンか見習い来てください、頼みます。違う、なんでリレンジャーで来るんだよ、お前じゃないんだよ、なんでそんなに出てくるの、アップル製品の発表だから。違うの、ボンボンか見習いが来てほしいの、頼むから来て。にゃー、戻ったね、レアキャラでございます。はい、ダメだね、レンジすぎるのもあんまり良くないのかもしれませんけどもね、その辺はどうでしょうか。いい具合の引っ張り具合ですね、なんかで、たまになんか意外と一発で出てきたりとか、序盤の方で来たりするんですけど、ちょっと今回は意外となんかね、なんかいい感じじらされていますね。いやー、やばい、残り18枚だった。ちょっと待って、やばい、だいぶ減ってきておりますけども、あーやばい、あー、ロッカーはいい、ロッカーは全然いい、全然いい。うん、レアキャラクターに関してはちょっとどんどん来てほしいけれども、でも、それでもやっぱ来てほしいんだよ。いやー、やばいな、ちょっとこれはちょっと前、ちょっとやばいな。せめて10枚だけは残したいんだよ。念のため。なんかのガチャのためにドッと来たいから、とりあえず全部は回しません。あととりあえず、まあ5枚だけ回しましょう。はい。で、この5枚のうちに出なかったら、まあちょっと今回動画はね、このまま終わりにしようかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ行きます。はい、いやーマジか、意外と渋いな。お金はなんかすごい速攻出たんだけどね。あー来た来た、なんだよなんだよ、言うたら来るやん、やったー来た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 、見習いスナイパーの方が来ました、ありがとうございます。どうしよう、じゃああともう4回回しちゃおうか、もう回しちゃいましょう。はい、できます。はい、でとりあえずまあ10枚残しで今回動画は終わりにしようかなと思います。まあこの4回で出てくるかは分かりませんけれどもね、まあ来たらラッキーな感じで、やっていければなと思います。いや、よかったよかったよかったな、意外となんかね、あんまり出るイメージがなかったんでね、結構渋いようなイメージしかなかったんで、まあ来てくれたので、あとはボンボンだけでございますね。どうかな出なさそうだね、まあしょうがない、あと残りこれでラスト、はい、ラスト1回でございます。じゃあ行きます。はい、さあ最後の1回は何が出てくるのでしょうか、とーんまい占いでございます。はい、ちょっとコメントできないわ。はい、ということで終了でございます。はい、ということで今回のガチャの結果はこんな感じでございます。合計28回かな、ガチャの方を回して、まあ内容に関してはまあ文句はないですね。まあ欲しかったキャラクターの方も来てくれたし、あとはそうですね、まあ超激レアの方は全然ね狙ってなかったんですけれども、まあアフロちゃん来てくれたので、まあこれもめちゃくちゃ大満足でございます。まああとはそうだね、激レアだと、オカメだったりとか、あとはそうですね、狙いだった、待っていないんだけど、ちょっと待ってどこ行った、あー、いたいましたね。はい、ということで見習いスナイパーでございます。まあこちらも出てきてくれたので、よかったなと思います。じゃあどうしよう、最後軽く使って、今回の動画を終わりにしようかなと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ全部使っちゃいましょう。はい、よしよし、ようやくですね。まああとはまあボンボン猫に関してもまた次回かな、リベンジ戦の方を行えればなと思いますので、また見ていただければなと思いますんで、よろしくお願いします。あ、そうだ、アフロに関してもそうだね、またとりあえず近々なんか使ってみたでもやろうかね、久しぶりにね。まあせっかく出たんだしね、まあアフロちゃんを堪能する動画でもちょっと作ろうかなと思います。はい、こちらでございます、見習いスナイパーでございます。では毎度恒例下のテキストの方ですね、読んでいこうかなと思います。立派なスナイパーになるため狙撃修行に励む弟子にゃんこ、弾丸が豆なので威力は期待できない、遠距離からメタルな敵以外を吹っ飛ばすっていう感じでございますね。ではじゃあ10レベルにさせて、進化後の方を見ていこうかなと思います。じゃあ行きます。はい、ということでございます。第2形態はネゴルゴでございます。依頼者の約束は必ず守るプロスニャイパー、プロ仕様の武器も難なく扱うが弾丸は相変わらず豆、あ、豆なのね、遠距離からメタルな敵以外を吹っ飛ばすっていう感じでございます。まあこのキャラクターに関してもですね、第3形態の方がありますので、またちょっとね機会があったら進化させていこうかなと思います。あ、素材は足りるんだね、まあ今回はいいや、また後でやります。はい、では最後にですね、ちょっと軽くちょっとこちらのキャラクターの方を使って今回の動画終わりにしようかなと思いますので、移動しましょう。
さあということで早速ですね、今回無事ゲットしましたミナラスネーパーの第二形態ネゴルゴの方をですね使っていこうかなと思います。じゃあ行きます。はい、いやーやっと来たよ。いや欲しかったからね、もうめちゃくちゃ嬉しいね。まあまたちょっとこのキャラクターに関してもね、まあ常に使うかっつったらね、まあなんとも言えないんですけど、まあ意外とね、まあ場面によっては使うキャラクターなので、また今後ですねちょっと使っていければなと思います。どうだろうね、まあ使う場所って言えば、うん、ごめん、思いつかないわ。まあ、まあ、使う場所あるんで、できればなと思います。まあ、またとりあえずですね、近々このキャラクターの方も第3形態の方にさせていくので、まあ、そちらの動画の方もですね、まあ、見ていただければなと思います。そういえば第一形態であんま使う機会がなかったんで、ちょっと今から使っていこうかなと思います。じゃあ行きます。はい、っていう感じでございますね。まああんまり見た目の方は変わってないのかなとは思うんですけどもね。そう、そういえばね、そう激レアの方もねあんまりいないんですよね。なんか限定っていうのかな。そう、あとはね、なんかねにゃんこ城とか、あとはそうですねねねことかもね、確かねサブアカの方で持ってなかったんで、またちょっと随時ですね、まあ対象になってる時にちょっとガチャの方やっていければなと思いますんで、またちょっと地道にですね、レアチケットの方ちょっと貯めていこうかなと思います。まあいいや、じゃあ今回の動画はこれで終わりにしましょう。はい、ということで今回はですねこちらでございます。見習いスナイパーの方をですね狙ってガチャの方を行いました。まあ結果としては無事ですね、まあ合計28回ガチャの方を回しまして引き当てることができたので、まあ今回はこれで終わりにしようかなと思います。またですね、まあ持ってない激レアの方もまだまだいますので、まあそれを狙ってねガチャ動画の方もやっていきますので見ていただければなと思います。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。